여러분 안녕하십니까? 오늘은 원 포인트 어드바이스의 30회에 대해서 태풍ですね これの説明が何だかよく分かりませんというそういう質問がありましたので 再度 大四字による漢字語音のズレについて説明したいと思います。 先端技術、これはですね本来こう書いたんですね。これをそのまま韓国語音で読むと첨단기술となります。첨なんですね。ところがですね日本は勝手に 常用漢字という縛りを設けてしまったんですね。その中にこのとんがったチョン線という漢字は含まれていません。なので先生の線ですね、この先という漢字を用いて先端と言い換えたわけなんですね。まあ大用字っていうんですけども、より簡単な漢字に置き換えてこういう表記にしたと。 これで我々は完全に馴染んでいるわけなんですけども、だからといってこの漢字を韓国語音でソンダンとやるとこれは通じませんよ。韓国では常用漢字という縛りはありませんから、そのままの本来のこの漢字を使うんですね。ですからチョンダンとしなければいけません。ソンダンとすると間違いですよと、まあそういうことなんです。 大四字による漢字語音のズレはこの下に説明欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。